こんにちは。今回は2021-2022 J リーグのオフの移籍市場でのいい補強ができたと思う J3 のクラブを5クラブだけ挙げてみました。本日は2022年の1月31日です。 J リーグの各クラブのキャンプはすでにスタートしています。ストーブリーグはほぼ終了して、大半のクラブはこのままの顔ぶれで開幕を迎えることになると思いますが、オフの補強も一段落したので J3 の18クラブの中でいい補強ができたと思うクラブを5チームだけ挙げてみました。今回の動画は J3 編ですが、前々回の動画が J1 編です。前回の動画が J2 編となります。それではスタートです。まずは1チーム目です。1チーム目は愛媛 FC です。昨シーズンは J2 で7勝21敗14分けで21位でした。 J3 降格となりましたが、バランスのいい補強ができました。主な選手の入れ替えはこの通りです。エースの藤本が流出して、川村がレンタルバックとなりましたが、新光平や松田力也、矢田や森下や森脇など即戦力クラスの選手をたくさん獲得しました。若手の育成に定評のある石丸監督が2014年以来の復帰を果たしましたが、各ポジションに即戦力もしくは有望株を獲得して、選手層は相当に厚くなりました。藤本が抜けたフォワードは松田力と新光平を獲得しており、期限付き移籍だった栗山の引き止めに成功したのも大きいと言えます。ベテランの森脇にはピッチ内だけでなくピッチ外でもいろいろな面でチームに貢献することが期待されます。クラブ史上最高の補強ができたと言っても過言ではありません。次は2チーム目です。2チーム目は SC 相模原です。同じく昨シーズンは J2 所属でしたが、8勝20敗14分けで19位でした。こちらも J3 降格となりましたが、非常にいい補強ができました。平松や鳴岡や三浦などが抜けましたが、千葉から船山を獲得して、町田からは元日本代表の水本を獲得しました。手薄になっているキーパーは松本山雅の囲いを獲得して、山口の若手の浮田と田中陸も獲得しました。高木監督が続投して1年での J2 復帰を目指しますが、十分な補強ができたと言えます。補強の目玉と言えるのは何と言っても船山です。昨シーズンも J2 でコンスタントに活躍しており、 J3 であれば10ゴールは計算できます。すでに名前を挙げた選手以外にも期限付き移籍で野沢や福島など若手も獲得しています。1年での J2 復帰を目指せる戦力になったと言えます。次は3チーム目です。3チーム目はガイナーレ鳥取です。昨シーズンは上位候補と言われましたが、9勝17敗に分けて12位でした。期待を裏切るシーズンになりましたが、コンオフの主力の流出はほぼゼロでした。カニや藤原は契約満了になりましたが、安藤や魚里や瀬瀬など主力の若手は全員が残留しました。その上で韓国でプレーしていた田村を獲得して、キム・ジョンソン監督の教え子である増谷を獲得しました。12月末の時点で早くも主力の流出がゼロということが確定するなど、ポジティブなニュースの多いオフになりました。瀬瀬や安藤など有望株はたくさんいるので、草刈り場になる可能性はかなり高かったと言えますが、主力の流出ゼロは J3 ではかなり珍しいと言えます。即戦力の補強はあまりありませんでしたが、田村や増谷は1年目から活躍すると考えられます。次は4チーム目です。4チーム目は鹿児島ユナイテッドです。昨シーズンは11勝10敗9分けで7位でした。こちらも主力の流出はほとんどありませんでした。唯一、田辺が熊本に移籍となりましたが、
それ以外の主力は米沢を含めてほぼ全員が残留しました。その上で新潟からロメロフランクを獲得して、長野からは広瀬、佐抜からは薩川、新潟からは岡本、水戸からは木村を獲得するなど充実した補強ができました。降格して3年目となりますが、戦力アップに成功しました。いわゆるビッグネームの補強はありませんでしたが、計算のできる選手をたくさん獲得しました。昇格争いのライバルになる可能性が高い長野から守備の要である広瀬を引き抜いたのは驚きでした。2度目の J2 昇格を狙える戦力になったと言えます。最後は5チーム目です。5チーム目は蒲田マーレさぬきです。昨シーズンは4勝15敗9分けで15位と最下位でしたが、コンオフはなかなかいい補強を見せました。こちらも主力の流出といえるのは左サイドの薩川くらいです。高木や竹内は現役を引退しましたが、トスからドゥンガー、起こしやす京都から青戸、ティアム平方からは松本、福山シティからは吉井を獲得するなど、ストライカー中心の補強となりました。最下位からの巻き返しを図るシーズンになりますが、主力の流出がほとんどなかったのは高評価できます。川崎や西本や中村などは残留しました。補強ポイントは何といってもストライカーでしたが、補強ポイントを的確に補強しました。 JFL や地域リーグで結果を残した選手をたくさん獲得しており、なかなか面白い補強ができたと言えます。以上のような5チームをピックアップしましたが、この5チーム以外では八戸や長野や富山やいわき FC などもなかなかいい補強ができたと言えます。名前を挙げた5チームに匹敵する補強ができています。過去を振り返ってみても、実績のあるベテランは J3 ではほとんどもしくは全く活躍できないことが多いです。伸びしろの大きそうな若手や中堅世代の選手をたくさん獲得できたチームを今回は高評価しました。今回の動画は以上です。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は夕方の18時くらいにアップしています。最新の動画をチェックするときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。